33RDSG アンダーライブの最終公演が10月1日、横浜アリーナにて開催された。同ライブは 33RD シングル、お一人様天国のアンダー楽曲、踏んでしまった。参加メンバー13名によるもので、9月29日から3日間にわたって行われ、グループ史上最大の動員数のアンダーライブとなった。現アンダーメンバー13人の魅力が爆発。オーバチュアに続き白い衣装を身にまとったメンバーがステージに現れると、まずは華麗なダンスを披露。踏んでしまったで初めてセンターを担当し、今回のアンダーライブで座長を務めるのアクロバティックなアクションも用意されたこのダンストラックで会場の熱気を急上昇させると、そのまま自由の彼方へとつなぐ。繊細さと力強さが混在する冒頭2つのダンスは、インフルエンサーやシンクロニシティなど乃木坂46の楽曲を多数手掛けてきたシージ・シャロウ氏が新たに振り付けしたもので、現アンダーメンバーの魅力が凝縮されたパフォーマンスを堪能することができた。そこから間髪を入れず、彼女たちの歌声を生かした。あの日、僕はとっさに嘘をついた。へ続き、以降も、狼に口笛を、13日の金曜日といった人気のアンダー楽曲を連発。ここでは5期海野や、4期生の松尾がセンターを務め、オリジナルバージョンの魅力に現編成の個性を散りばめた最新のアレンジで、見る者を魅了した。富里奈央、皆さんに可愛いなと思ってもらえるように頑張ります。最初の MC では、座長の松尾が、このライブを作る期間が本当に楽しくて、ついに最終日が来ちゃったという感じ。今日は全員を巻き込んで、世界一楽しい場所にしたいと思います。と意気込みを口にする。私はこのアンダーライブにかけています。皆さんへの感謝の気持ちや悔しい気持ちを全力で出し切るので、1秒も見逃さずに見ていてほしいです。ここまでの2日間が本当に楽しくて、今日が終わったら明日は、ライブが、ないと思うと寂しいんですけど、いろんな企画を皆さんに楽しんでほしいですし、配信もあるので皆さんに可愛いなと思ってもらえるように頑張ります。と熱のこもった言葉を続ける。小川彩り、向井葉月、中西アルノ、佐藤理香、松尾美優が個性豊かなパフォーマンス。今回のアンダーライブでは、自己中プロデュース、in、アンダーライブと題し、メンバーの新たな一面や隠れた魅力を伝えるため、日替わりでのセルフプロデュース企画を用意。初日は、2日目は、が様々な趣向を凝らして自身の個性を発揮させ、最終日は、の5人が、自己中プロデュース、in、アンダーライブにチャレンジした。小川はメンバーと共に、悲しみの忘れ方をピアノ弾き語りしたかと思えば、スカウトマンではキレのあるヒップホップダンスを披露。向井は情熱的なダンスをフィーチャーした。不眠症、素直な歌声をまっすぐ響かせた。僕が行かなきゃ誰が行くんだ。で自身の強い愛をアピールしてみせる。中西は歌やダンスなど巧みな表現力を駆使して、チルダルーマイレストじゃ意味はない。命は美しいに新たな魅力を注ぎ込み、佐藤理香は、ゴルゴンゾーラ、ぐるぐるカーテンで彼女が持つ生粋のアイドル性を遺憾なく発揮。ダイナミックなダンスで会場を興奮の渦へ。自己中プロデュース、イン、アンダーライブ、企画の大鳥を務めた松尾は、転がった鐘を鳴らせ。で、シンデレラを思わせるミュージカル調の演出で華やかなステージを作り上げたかと思えば、大人たちには支持されないでは長身を生かしたダイナミックなダンスで会場を興奮の渦に巻き込んだ。また、自己中プロデュース、イン、アンダーライブの合間には、クールな側面を打ち出したパートも用意。女は一人じゃ眠れないでは最年少の小川がセンターに立ち、大人びた表現で観客をノックアウトさせると、中西センターのルート246。では彼女の歌唱力の高さが存分に発揮されたパフォーマンスで会場を沸かせる。さらに、向井のソロダンスをフィーチャーした、アゲンストでは、彼女を筆頭にメンバー全員の気迫あふれる表情とパフォーマンスで、オーディエンスを圧倒させた。松尾、きっと今よりもっともっと好きになるに違いありません。ライブ後半戦では、シークレットグラフィティ、うぬぼれビーチを通じてクラップや歌で観客と一体感を作り上げ、口ほどにもないキスでこの日何度目かのクライマックスを迎える。さらに、アンダーライブに対するメンバーの言葉をコラージュした音声に続き、日常や、ここにいる理由、届かなくたって、アンダーズラブと新旧のアンダーナンバーを交え、会場の熱気は最高潮に到達。その後、
座長のマッゾンが今の率直な思いを口にする。ライブが好きな彼女だが、当初は気持ちを言葉で伝えることが苦手なため、自身はライブに向いていないのではと感じたという。しかし、ライブをしている時はとても楽しくて、そんな小さな悩みが吹き飛ぶくらいと語り、このメンバーだったから今日まで楽しみながら、のびのびとやれてこられました。この13人が自慢で大切だから、今日が終わってしまうのが寂しい。でも、今日が終わっても皆さんには一人一人の魅力を見つけ続けてもらいたいです。きっと今よりもっともっと好きになるに違いありません。それぐらいこのメンバー全員のことが、私は自慢ですと告げ、踏んでしまったを披露。真夏の全国ツアー2023でも披露され続けてきたこともあり、センターに立つ松尾を筆頭に13人のパフォーマンスは自信に満ち溢れたもので、激しさの中にも繊細さが散りばめられた高難度のダンスを見事に表現。客席からひときわ大きな声援が送られる中、ライブ本編は幕を下ろした。クロミ、誰かがくじけてしまっても助けてくれたから、ここまで乗り越えられた。ハウス。でアンコールがスタートすると、メンバーがフロートを使って会場スタンド席を回遊する演出も用意。さらに、の、お家に帰るまでがアンダーライブ。まだまだ帰りたくないですよね。に続いて、帰り道は遠回りしたくなるが披露されると、会場は再び興奮のるつぼと化した。最後の MC では、が、13人のうち誰かがくじけてしまっても助けてくれたから、ここまで乗り越えられた。この大好きな13人だからこそ、一つ壁を乗り越えて、この横あり3日間を皆さんと過ごすことができたので、皆さんに感謝を伝えたい。が、マイナスに考えてしまうことがあっても、誰かがそばに来てくれて一人にさせなかったから、みんなとの距離が縮まりましたし、辛かったリハーサルもすごく楽しい思い出になった。きっとここにいるメンバー、みんなそう思っているはずですと、ここまでの思いをとろ。そして、再び笑みを浮かべた13人は、アンダー楽曲の原点でもある、左胸の勇気で、3日間にわたる史上最大規模のアンダーライブを大成功のうちに締めくくった。しかし、メンバーが退場した後も客席からはアンコールを求める、コールが続く。この声に応えるように再度ステージに登場した13人は、予定外のダブルアンコールとして、ダンケシェーンをプレゼント。アリーナ外周を移動しながらオーディエンスに感謝の気持ちを伝え、最後は全員で、やっぱアンダーライブだな。と叫んで約2時間半に及ぶライブを終了させた。真夏の全国ツアー2023に続いて、33RDSG アンダーライブも最高の形で終了させた新体制の乃木坂46。彼女たちの快進撃はここからもさらに続くことになりそうだ。うん、西広智和。